ベンザはトヨタ自動車が主に北米地域で販売している中型クロスオーバー SUV である。2008年の北米国際オートショーで発表された。2005年の北米国際オートショーで公開された FT-SX コンセプトの市販モデルに相当する。外観やコンセプトはマーク X ジオとよく似ているが、両車は全くの別物であり、ドアや ガラスも異なるパーツで構成されている。また、ベンザは5人乗り仕様のみである。ベンザの開発は、ミシガン州アナーバーにあるトヨタテクニカルセンターが主体となって行われ、スタイリングは南カリフォルニアのケルティによって手がけられた。製造は、ケンタッキー州上寺タウンにあるトヨタモーターマニュファクチャリングケンタッキーにて行われる。プラットフォームはカムリをベースとする。 エンジンは 1ARFE 型直列4気筒2.7リットルと2グレーン FE 型 V 型6気筒3.5リットルの2種類がラインナップされる。なお、ベンザは AR エンジンを搭載した最初の車種である。2012年4月、ニューヨーク国際オートショーにてフェースリフトを受けた2013年モデルが発表された。同年11月からは韓国向けに また2013年4月からは、ロシア・ウクライナ向け輸出も開始している。2015年6月、アメリカ合衆国向けの製造を終了。トヨタは、ハイランダー及びラブ4ハイブリッドを後継者としている。カナダ等への輸出向け製造は継続。2017年12月、カナダでの販売も終了し、9年の歴史に幕を閉じた。2020年に4代目ハリアーの アメリカ向けモデルとして3年ぶりに復活。アメリカにおいては、ラブ4とハイランダーの中間に位置づけられる。4代目ハリアーをベースとするため、全長と全幅が先代より若干コンパクトになった。パワートレインは、全グレードにおいて、ガソリン車は設定されず、ハイブリッドオードのみである。生産は、トヨタ自動車高岡工場で行われている。ありがとうございます。